グループの視聴者の皆さん、こんにちは。10月23日にリンゴルフのプロアマを開催します。私たちとぜひ一緒にゴルフをしましょう。10月23日お会いできるのを楽しみにしています。詳細は概要欄をご確認ください。7番ホールパー5ティーショットです。左は 4B、 1つ目のバンカーの右エッジが狙いです。おさあ、2つ目のバンカーに捕まらずに越えました。ショートカット、ナイスショット、ナイスショット。このパー5で一つ取り戻したいところです。ちょっと引っ掛け気味です。大丈夫でしょうか。左 OB ライン3点球、これはナイスショットです。2つ目バンカーを越えてショートカットナイスショットです。トーナメントリーダー坂口選手、左にちょっと飛びですが、バウンドは左ラフですが、角度的にも問題ありません。今井選手、残念ながら1打目 OB で、これ3打目。これはちょっと右にスライスがかかってバンカーから出ました。右バンカーを越えてたところです。古谷翔太選手、このパー5でバーディー取りたいところ。フェアウェイに綺麗に置いてナイスショットです。ナイスショット。トーナメントリーダーの坂口選手、超つま先下がり70ヤード。さあ、バーディーチャンスにつけられるか。ピンに向かって飛んでます。ナイスオン。バーディーチャンスです。残念ながら。これが5打目になってしまってます。70ヤード。さあ、ナイスオン。ナイスオン。古谷坂口選手は見事パーオン、バーディーパットです。古谷選手のバーディーパットは下り、右に大きなマウンドがあるので、かなりフックするラインと見られます。グリーンスピードがちょっと遅い。まだ下りの危険なパットが残っております。坂口選手も下り 80% というところでしょうか。フックラインだと思います。今日のグリーンスピードは遅い。9.5 というところでしょうか。ショートが目立ちます。ナイスパー。ボギーパットになります。なんとかボギーでしのげるか。惜しい。下りのフックライン、
ナイスパー。トーナメントのすごいスコアのレポートが出ます。かなりオープンスタンスで、あまりドローはかかりませんでしたが、フェアウェー右サイドナイスショットです。フェアウェー真ん中にナイスショットです。ドローがかかりすぎましたが、左ラフでしょうか。トーナメントリーダー坂口選手、ユーティリティに持ち替えました。ちょい上りの150ヤードアゲンストです。ちょっと右にグリーン右、ちょっとこぼれてしまいました。20ヤードのアプローチが残っています。さあ坂井浦選手、140ヤード。これもショートです。アゲンスト、かなり吹いているんでしょうか。上空はかなり吹いているようです。アゲンストが。さあ、135ヤード。バーディーチャンス見つけることができるか。アゲンスト、に切れるか。ピンに向かってピンの左、距離はナイスオン。ちょっとショートですがグリーンには乗っています。約15ヤードのアプローチです。グリーンスピードが遅い今日は。パターもアプローチもショートが多いです。坂口選手しのげるか。強烈なフックラインのアプローチショットになります。ちょっと OK にはできないような難しいラインのパットが戻ってしまいました。さあ古谷選手、上りのスライスライン、かなり強めに打ちましたが、それでもショートしてます。今日はすごくグリーンスピードが遅いです。ナイスセーブ、ナイスパー。さあ約70センチのフックライン、セーブできるか。ナイスパー。さあ9番ティーグラウンドです。ティーショット、古谷選手ここまで1アンダーできています。ナイスショー。選手最後で一つ取り戻したいところです。前半の最後のホール、ナイスショー。サー選手ど真ん中です。ナイスショー。9番ホールセカンド地点です。坂井選手残り178ヤード、ピンの左に向かって
でいます。左にグリーン、左にハイソンです。ちょっと右に出ましたがドローがかかって戻って、ここもナイソンです。ん、筋いってます。距離はナイソンです。3名ともパオン、バーディーパットとなります。坂井優奈選手、ちょっと難しい10メートルぐらいのかなり下りのスライスラインになります。さあこれをねじ込んで後半につなげることができるか。ナイスタッチです。10メートルからでナイスタッチでした。私は 8.5 のコースでプレーしたことがありません。選手もかなりタッチを合わせるのに苦労しています。ナイスパーでした。ナイスパー。さあ古谷選手、これをねじ込んでトップタイで折れるか。大事なパットです。かなり強めで打ってきた。おー、ナイスバーディー。スライスラインを右にました。かなり強気で打ってきました。ナイスパー。前半お疲れ様でした。前半お疲れ様でした。お疲れ様でした。トーナメントリーダーです。はい。2アンダー。はい。どうでしたか。そうですね。まあいいところもあったんですけど、悪いところもあったので、ちゃんと後半修正して2アンダーで回れるように頑張ります。グリーンスピード遅いんで、はい、頑張って力強く打ってください。はい。はい、頑張ります。はい、見事9番でバーディーをねじ込んで、はい、トーナメントリーダー1位タイになりました。古谷選手です。前半どうでしたか。そうですね、まあ、ちゃんと落ち着いてプレーできたのが良かったかなと思います。はい、後半も頑張ってください。はい、頑張ります。はい、ちょっと叩いてしまいましたが、どうだったでしょうか。そうですね、ちょっとなかなかうまくいかないところが多かったんですけど、後半は、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ご苦労様でした。